13式艦上攻撃機 B1M 横須賀海軍航空隊所属の13式2号観光13式艦上攻撃機は大日本帝国海軍の艦上攻撃機当初は13年式艦上攻撃機と称した海軍における略符号は B1M 日本で初めて製作された艦上雷撃機は同じ三菱製の10年式艦上雷撃機であるが山陽で 艦上での取り回しに苦労した上、短座で自衛武装を一切許さないなどから運用上の問題があり20機で生産を打ち切られ、改めて複用複座の艦上攻撃機が10年式と同じエージンのハーバート・スミス2市によって設計された。それが本機で試作1号機は1923年1月に完成。試験の結果、操縦性他の一般性能が良好だったため、 翌1924年に実質的に日本で最初の本格的艦上攻撃機として正式採用された。採用機、タン座という斬新な設計であった10年式から打って、変わって13式は英国機に見られるオーソドックスな副用機であり、操縦士に加えて後部銃座を有する日本海軍の艦上攻撃機の姿となった。主翼、胴体は共に、 交換支柱に、聞いた、ハフバリといった構造も当時の飛行機としては一般的であったが、補助翼に作動時の逆、ヨーイングモーメントと打ち消すフライズ型補助翼を採用し、主脚に油圧式のオレオを用いるなど、各部に当時最新の機構が取り入れられていた。10年式が3用にすることで、翼の折りたたみ機構を排していたのに対し、13式は、 主翼の外翼を後方に折りたたむ機構を装備した。雷撃だけでなく水平爆撃や偵察にも用いられ、以後の観光の任務の姿となった。本格的な量産は1923年から始まり、1933年までに、広島海軍交渉での40機を含めて444機が生産された。エンジンの換装などにより、ネピアライオン搭載の1号1型。 1>, 1号2型、イスパの水座直結型搭載の2号1型、2号2型、イスパの水座原則型搭載の3号の各タイプがあり、2号2型から3座となった。2座から3座となったのは、式分用上核機に電信員配置が必須であるとする、霞ヶ浦航空隊の教官であった、岡村特徴単位のことによるものであり、実際2座では、 広報担当機と通信担当機に分かれていたことから不便さなどがあり悪天候中の飛行時に前期遭難するという事故も招いている第一次上海事変においては主力艦上攻撃機として爆撃任務で活躍したほか敵の戦闘機を撃墜した機体もあり日本初の空中戦にも空母加賀所属の小谷隊域が参加している 後継機となった89式艦上攻撃機が機体の信頼性の低さで不評であったため、1938年頃まで偵察任務等で使用され、89式の後継として本機を改良した92式艦上攻撃機が開発された。第日本帝国陸軍でも新型軽爆撃機までの代替機として、87式軽爆撃機の名で正式採用された。 このほか、総フロートを装備して、長距離水上偵察機に改造された、広島水上偵察機も試作されたほか、1928年には、低新省航空局の民間旅客機試作要求に、合わせて、本機に総フロートを装備し、乗員2名、乗客4名を乗せられるようにした MC、MC-1 旅客機が試作された、愛知航空機の AB-1 や中島飛行機の、 ND-25 と比較試験が行われたが、操縦席が上、翼後方にあって、前方視界に難があったほか、副用で交換本音組に、効いたハフバリという旧式構造が問題視されて、不採用となり、もっぱら、日本航空輸送での訓練や、職員移動に用いられた。出展、日本の名機百選、日本航空機自転乗艦、モデルアート社、 モデルアート臨時増刊1989年 P148 日本感情攻撃機体戦士64ページありがとうございます。